こんにちは。今回はトウモロコシの美味しい茹で方をご紹介したいと思います。トウモロコシを茹でるとなると、茹で時間はどのぐらいが良いのか、水から入れるべきなのか、それとも沸騰してから入れるのか、茹でた後にシワシワになってしまったりと、いろんなコツがありそうですよね。トウモロコシの美味しい茹で方のコツは3つあります。茹で汁に塩は入れない、水から入れる、茹で時間は短く、の3つです。茹で上がって熱々の時にすぐにラップでぴったり包むと、冷めても粒がシワシワになりません。トウモロコシの美味しい茹で方です。まず皮をきれいに剥きます。皮をきれいに剥きましたら、水から入れて加熱します。茹で時間は沸騰後3分ぐらいです。茹で上がったトウモロコシを塩水に通すために塩水を用意しておきます。塩水の、塩の濃さは 200ml の水に対して 4g の塩です。トウモロコシが茹で上がりましたら、このように塩水にくぐらせます。そしてザルにあげて完成です。